でこれね、あの平井さん、今議会との温度差っていう話だったんですけどね、どうもね、アメリカの議会っていうのは普通今民主党と共和党も全然もうものすごいですこの割れ方が、だけど対中ではまとまれる。そう、対中ではまとまってるんですよね。対中ではまとまれちゃうんだって。だから逆にそこでぐわーっとこうエスカレートしていく、そこがぐわーっといくっていうね、あの傾向がどうもあるらしいですよ。いや、 やはりね、これがね、僕はね、アメリカ議会の素晴らしいところであって、国のこの国難みたいなことに対してはもうとにかく共和党も民主党もないんですよ。で一丸になって国守ろうっていう動きになるんだけど、この我が国はどうだって話ですよ本当にね。僕はあの本当ね、あの、まあ、はっきり言うとね、国会にはポンコツ政治家しかいませんや。まあそういう、やっぱり真面目に選ばなかったツケがもう一気にね、来てるという感じですよね。もう国防を横に置いて LGBT ですからね。ね。まあ、ただね、この気球でちょっと懸念するのは、あの森永さんが言う通り、これは戦闘機とか、まあ軍用機による領海侵犯と変わらないんじゃないか、その通りなんだけども、なんか最初の気球は明らかに中国の偵察だった。その後3発、3つ撃ち落としてるんだけど、なんか中国のものでもないし、もしかしたらアマチュアが飛ばして行方不明になった風船かもしれないとか、なんかそうなってきて、でなんか急にそこで急にトーンダウンして抜きになってバン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 と撃ち落としてるのに、だどうもね、途中であの UFO とか言い出したんですよ。だから未確認飛行物体とか言い出して、なんだと思ったら中国のものだと言えなくて、あとの3つは中国とはあの無関係でした、でも戦闘機で撃墜しちゃいましたみたいなね、あのとか話なんだよね。まあ領空侵犯であればね、中国のものであれ、どこのものであれですね、まあ宇宙として構わないと思います。最初に一つは少なくともそうなわけですから、はい、ただじゃあ次行ってみましょう。はい、航空幕僚長、戦闘機から気球の破壊は可能、高い高度は難易度が増す、ということで毎日新聞が報じてます。航空自衛隊トップの井筒俊二航空幕僚長は16日の定例記者会見で、不審な気球が日本領空を侵犯した場合に撃墜することは技術的に可能かと問われ、一般論と断った上で、航空自衛隊の戦闘機から空対空ミサイルを発射するなどの手段によって気球の破壊は可能と述べたということです。はい、これあのそれこそ自衛隊の方にねお話ししたいところだけども、問題は、めちゃくちゃ高いんですよね。あのミサイルで戦闘機がこう撃墜した場合も一発何十万ドルだ、何千万もするようなミサイルで果たして撃ち落とすというのは費用対効果がどうなのかというところもあるんですよね。いや本当ですよね。だからなんかね、あの機関銃みたいなものでね、撃ち落とせれば一番コスト安く済みますからね。そうですね。それこっちもなんかあの風船を上げて、その風船が抱きついて、で重さでこうズル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 っとこう落としてくるとか、なんか考えてほしいなと。ですね。破壊するというよりなんかちゃんと調査してほしいですよね。あの捕獲を。なんかそう、なんかそういう、こう捕獲風船。ふーって言ってピタッとくっついて、で自分の重さでずっと落ちてくるような感じ。それこそあの山下陸次の総監の方、あの出られてますけども、なんか2機一緒に自衛隊機は飛んで、どちらかが攻撃を受けないと、あの片側の、ね、方がこうあの攻撃し返せないっていう、なんかあの緊急避難と、あと、もう一つ、正当防衛か、この2つが満たされないとね、できないっていうような状況にあって、常に2機で行ってるんですよ。だからそれ、どっちかを撃たれるのを待つっていうことになっちゃう。待つという、必ずどちらかを危険にさらしながら対応しなきゃいけないっていう。これ本当不思議な、もう日本人ってそのルールが決まるとやたら厳格に守る、そのルール自体がおかしいだろっていうふうになかなか考えなくて、ルールだからって言ってもうそこをやたら厳密に守ろうとするってあれ何なんだろう。だから将棋のトーナメントとかでマスクを羽を出してたらもう反則負けだとか、だって将棋黙ってやるでしょって、ね、もう全員黙ってるでしょ、ほとんど。
心配だったらちょっと部屋の換気だけすればいいじゃないね。マスクしてたらやっぱりあの酸素が脳に行く量が減るわけなんだから、マスクなんかしなくてもいいし、別に鼻だけ出してたってそれでルールはルールだっていうね、あれがちょっと意味不明、意味不明ですね、はい、ああそうそう、まあまあポジティブリストっていうね、ことなんですよね。だからその発想、だからそのポジティブリストって発想おかしいんだって、だからそれ変えなきゃいけないんだって分かってる人分かってるけども、それ変えらんない、はい、その根本の、あの根本的な問題解決はできない、できないね。いつもこう表面的なところで、でもやたらあのルールには厳格に従っちゃうみたいな、はい、ちょっとそれはやばいですよね、はい、はい、次行ってみましょう。そして、山岡さんよりアミさんの2月15日のツイートです。はっきり言ってこんなに国民をなめた国会議員が、当時は防衛大臣、今デジタル大臣ってあまりにもおかしくないですか。防衛省領空侵犯は断じて受け入れられない、日本上空気球も中国の偵察用という記事を紹介しながら、このような、まあこの方の、ね、ツイートなんですけどね、はいはい、まあ、当時は、ね、今ね、その断じて受け入れられないとかね、今更そんなこと言って、でそれこそね、3年4年前でしょ、また日本に侵入があったのはね。でその時はこの人が気球に聞いてくださいとかって、そういうね、いやだから ね、またこの人をね、TikTok に聞いてくださいとか言い出しそうでね。本当ですよね。ね、本当に、もう勘弁してほしいですよ。いや本当ですよね。うん、やることなしころだって全部ある意味分かりやすいんだけど、まあ、中国が当然中国の偵察用だってことはこれ分かるはずなんですよ。あのちょっと自衛隊のね方と立ち話したら、休み時間にあの。やっぱ分かる、当然分かる、何をしてるか、その電波のね、あのその動きを見てて分かるんだと、その上で、撃墜するのがいいのか、むしろやらせて何をこう探ってるかを確認する方が、泳がした方がいいかっていう判断があると、まあ、いうことなんですよね、まあ、本番で言ってくれないんですけど、まあ、それであのそういうこともあるのはあるんだけども、まあ、しかし領空侵犯であることは事実だし、実際なんかばらまく可能性もあるわけだから、そうですね、だからこんなのんきのこんなことを言ってる場合じゃないんだけど、飛ばしてる側の人だったらこういうこと言うかなっていう感じしますよね、まあ、日本大使といい、地球といい、はい、TikTok といい、どっちの国の人なんでしょうね。いやなんか結構明らかだなっていう感じしますね、はい、まあしかしもう一つ、まあ、困った政党がありますよね、はい、はい、共産 C 氏、自分が防衛省なら気球問題話し合い話し合うってどうやって話し合うのかな、気球の問題は話し合いによって解決させるべきだ、その努力がないまま軍事で構えるということには賛成しかねるというのが私たちの立場だと述べたそうです。ちょっとデックしてないで、みんな何か言ってくれないよ、になって、いやというかもう言葉出ないですよ、もうこれ失笑して終わり、大体ね、自分のとこでね、あの自分の政党の中でね、あの公平的にトップ選べっていう人間を追放しといてですね、話し合いできない人間何言ってんだって話です。そうだよね、ね、うん、選挙で党首を選ぼうというのを ね攻撃だとか言っといてで除名したんでしょ。そう、うん、それでバルーンが飛んで領空侵犯されたら話し合う、話し合いってダブルスタンダードすごいな、もうなんかもうお笑いの要素が含まれてます、ね、才能ある感じが、じゃあレベル高いレベル高い、ね、じゃあここでね、ちょっとまた、まあ、笑えない全部笑えないんですけど、本当は笑えないんですよ、はい、また次ちょっと笑えない話題いきましょう、はい、はい、スペインで狂った法案が成立、性別変更16歳から自由に、スペインで法案可決という東京新聞の記事です。スペイン下院は16日、性別変更を未成年の16歳から保護者の同意や医師の診断書の必要なく行政上の申告で自由に行えるようにする法案を最終可決したということです、うん、そうなんですね、はい、でこれがですね、以前はですね、この医者の診断とそれから2年間のホルモン治療が義務だったそうです、うん、だからまずお医者さんが診断して、あ、そう話聞いてですね、全部チェックして、そうか、じゃあ
じゃあホルモンのバランスの問題かもしれないからホルモン治療してみようで2年間経ってあでやっぱり、うん、そうなんだねっていうことでじゃあ認めますという手続きだったそうなんだけど、うん、それが一気に簡略されてで、まあ、お医者さんいらないと本人が、まあ、そう主張したら、まあ、ペーパーワークで済むと、はいまあ、実質、まあ、3、4ヶ月だというんですね、はいまあ、これまではだから2年以上かかったのが、まあ、3、4ヶ月であのはいじゃああなたは今日からみたいな、はい、認められましたみたいな感じになるそうなんですよ、うん、どうですかお子様もいらっしゃるし森永さんいやなんか本当にそうだったら、ね、まあ別にいいかなと思いますけどいや本当にそうなんだねいや本当にそういう人いますけどね中には、ね、いやでもなんかこれよく最近 SNS でよく出てくるやつですけど例えば僕とかが女性ですって申請してこう女性のお風呂とかに入ってったとするじゃないですか、うん、で当然その僕が申請をしてるとかってわからないわけだから、うん、その場にいた女性から通報されますよね、うんうんうんでも結局捕まるのは女性側になるわけじゃないですか。そうです性差別だって言って、うん、そうそうそう恐ろしいなっていうそういうことは海外でいっぱい起こってるのに、うん、あれ自民党とかあ、まあ、こう野党も全部そうなんですけども勉強してないのか何なのか次この平井さんのツイートをお願いします。はい、LGBT 議連同性婚認める法整備も岩谷新会長差別禁止の精神追求という記事を紹介しLGBT など性的少数者への理解増進を図る法案について今国会で1日も早くできれば5月の G7 までに成立させるよう全力を尽くしたいと述べた。はい、でちょっと続けていやそれでね、はい、この写真でねもう僕はね、うん、稲田さん終わったと思いましたよ、うん、なんで終わったかって、うん、この赤い服着てる人誰ですか社民党の党首でしょう、はい、社民党に行ったのかと思いましたよ、うん、もうこれ保守でも何でもだから僕最近ねリベラル稲田って呼んでるんです、うんうん、これはあの稲田さんも左翼だ、うんうん、はい、いや厳しいでそれでちょっと次お願いします、はいはいはい、そして山岡さんのツイートです。岩谷氏といえばパチンコ議連で未解決のレーダー照射事件時の防衛大臣グダグダの対応で無理やり開示に韓国側と対話させようとしていたラサール卒が自慢の自民左派今度は LGBT 議連会長とはいかにもだが日本のためには全く役に立たない愛国者の敵だ早く引退してほしいというわけでこれあの岩谷さん覚えてますかあの未解決のねレーダー照射事件の時の防衛大臣です、うん、グッダグッダグッチャグッチャやって、うん、パチンコ大臣です、ね、パチンコ大臣、うん、はい、うん、であのはっきりとねこちらの論点を述べず、うん、でやたら話し合いさせよう話し合いさせようみたいなことをして、まあ、結果として完全に未解決のままでしょだからね、こういうことをやるんだったらねこの前ね踏みとどまった大分県知事選に出てほしいですよもう国会からいなくなってほしいですね、うんうんうん、本当にだから今回の LGBT って結果として、はい、その、アミタイツ防衛大臣の稲田さんと、うんうんまあ、結局こうなってしまった稲田さんと、うん、それから岩谷さんとあの時もう本当ひどい対応したこの2人、うんまあ、言うならば、まあ、はっきり言ってまあ、最悪の防衛大臣コンビということで、うん、今度はそこだけでも十分な日本にとってダメージだったんだけど、うん、今度は LGBT を推し進めてさらなるダメージを加えようとしているわけなんですよね、うんうん、これでもその理解増進法って理念法だから、うん、あの理解を増進しましょうって呼びかけなんだって稲田さんはあのね、インタビューした時おっしゃってましたけどそれが本当に欺瞞でね、うん、あのヘイト法案ってあったでしょ、はいうん、あれはあの自民党のあの人が進めちゃったじゃないですか、うんうん、だけど結果としてどうだったかというと法律自体は理解増進で理念法でも条例はどんどんできちゃうんです、うん、そうなんですよね、うん、どんどんできちゃうんです各自治体レベル、ね、だからもうすでにあのこれと同じような条例を持ってる自治体ってものすごくいっぱいあるんですよ、うんうん、最近また山梨県がね可決しようとしているし埼玉なんかも言ってで何が問題かというとじゃみんなで理解しましょうねって我々だったら、まあ、そういう人いるよねってだけど子供に教えようとか、ね、そのまだ幼い子供たちに教えていこうとかっていうことをやるわけなんですよ、うんうん、
だからアメリカでも問題になって、フロリダなんかではあのデサンティス知事が小学校3年生も若すぎるけど、以下では絶対教えないとか、そういう決め事をしたりとか、抵抗がガーッて今起きてるわけですね。でそれ全然見ないで、今数年遅れでこういうことをやる日本の国会議員って一体何なんかなと。いや本当ポンコツですよ。本当ポンコツですよね。ポンコツですよ、うん、信じられない。でもスペインに追いつく日も近いんじゃないかって気がしちゃいますね、この勢いで、ね、追いつくのかな。ものすごい社会混乱しますよこれ。そうなんですよね。さあここでおおお